皆さんこんにちは、衆議院議員の安藤博史でございます。本日もご覧をいただきましてありがとうございます。この新型コロナウイルスの蔓延、なかなかとどまることがなくてですね、世界でもどんどん広がっているという状態です。もう世界での亡くなった方が2万人を超えたということでですね、まあ、このウイルスは、まあ、なかなか怖いウイルスだなというふうに思うと同時にですね、やはりこのウイルスによる被害と、それから経済のいろいろな活動が停滞することによる経済活動の縮小、まあ、これがダブルパンチで効いてきてですね、もう世界中が大変なことになっているということになってきました。まあ、アメリカもいろんな渡航を禁止するとかで、日本もいよいよオリンピックが1年程度延期をするということが決まりまして、そしてまた日本から海外に行くのもできるだけ自粛をするようにというふうな通達が出る。まあ、さらには東京都ではですね、今度の週末不要不急の外出は控えるようにということの呼びかけがあるということでですね、もう大混乱という状態だと思います。そしてまあ、じゃあ経済対策どうすんのやということですけれども、もうこれご覧の方もですね、よくよくもうご存知だと思いますが、もう日本全国でありとあらゆる業種と言っていいと思いますが、本当に悪影響が出てます。もう小さな飲食店とか、もう全ての宴会がキャンセルになって、お客さんが来なくなって、まあ、本当に毎日の売り上げがなくてですね、もう明日から経営どうしようと考えている皆さんも多いんではないかというふうに思います。ちょうど今ですね、この撮影をする前に自民党本部での会議に行ってまいりました。まあ、朝はですね、いろんな部会でこれから予算がいよいよ明日金曜日に成立をしますから、それを受けての経済対策についてのいろんな部会でのですね、取りまとめについて議論が行われていたわけです。まあ、でもですね、やっぱり今のまんまではですね、従来の発想通りの対策しか出てこないなっていうのが、まあ、今の私の率直な印象ではあったんですけれども、昨日今日ぐらいからですね、少しずつはですね、この自民党の中の空気が変わってきたような気がします。というのはですね、やはり、本当に各企業さん、事業をしている皆さんがもう事業が継続できないという危機的な状況にあるということがですね、少しずつ伝わってきた気がしますし、私のやってる勉強会での提言では最初から粗利保証ということを言っていたわけですけれども、やっとそういう声がですね、うちの我々の提言に賛成していない、署名していない人たちからもですね、そういう声が上がってくるようになりました。なのでこの粗利保証ということについてはですね、これからまあ週明けに向けて、自民党の中で議論がこれからに詰まっていきますけれども、何らかの形でですね、でもこれできるだけこうドーンと第一のメッセージ出していかなきゃいけないと思いますけれども、まあ、いずれにしろですね、何らかの形で、これは次のこの自民党の中の意見の中に入れていくことはできるのかなという手応えは今感じているところです。それから消費税についてはですね、なかなか厳しいというのが今の現状です。しかしそうは言ってもですね、今までこの消費減税みたいな話をするというのはもう完全に箸にも棒にもかからなかったわけですけれども、今回、まあ、確かに今厳しい状況ではあるけれども、しかしまだ排除はされていないという状況です。これからですね、まだまだ勝負は続くというふうに思ってます。ぜひですね、これご覧の皆さん方はまずはもうどういう形でもいいですから、自民党の議員に働きかけていただいて、そしてもう今消費減税こそ今やるべき政策だということをですね、訴えていただきたいというふうに思います。もうこれメールでもいいし、ツイッターとかフェイスブックとかの SNS でもいいし、まあ、直接会って訴えられば一番いいですけれども、それはなかなか難しいでしょうから、まあ、できる範囲でですね、ご協力いただければというふうに思います。やはりこれ、世論の力が一番
大きいです。でやっぱりこう自民党とかですね、あるいはこれ野党もそうですけれども、財政再建派、いわゆるもう消費税を上げるんだということをですね、もう20年も30年もみんなそれが正しいと信じてやってきた皆さんがやはり多いわけなので、その人たちが今までやってきたことを例えばもう全否定するような形でですね、ゼロにするっていうのはなかなかこれ同意できないかもしれない。だけれども今この非常時だからこそ、もうこれとりあえずもう今次元的にでもいいからこれをやってくれということをですね、訴えてもらえるとですね、まだまだ決まらないですから、山が動いていく、そういう可能性もあると思います。あのぜひご協力をお願いをしたいと思います。それから、昨日ぐらいのツイッターのネットのニュースで和牛券とかですね、なんかそういうしょうもないプランが出てきて、もうこれ見たから人からはもう失笑を買っていると状態でしたけれども、まあこれも結局売り上げ落ちてるからなんとか助けなきゃいかんみたいなんで、誰かがポロッと言ったのがニュースになっちゃったぐらいの話だと思いますけれども、まあこの現金給付なのか商品券なのかっていう議論を今してます。で私はもうこれは現金でですね、1日も早く給付するべきだということを主張してきましたし、これも今どちらにしようかということで、あの和牛券ってことはもうないと思います、さすがに。ただやっぱりですね、明日の家賃も払えない、公共料金も払えないという方々今いっぱいいるわけですよね。で何にでも払えるのはやっぱり現金、現金に勝る商品券はないわけですから、この現金給付というものをですね、一日も早く実現できるようにというふうに思っています。気がついたらですね、私もいろんな幹部の人とかにですね、メールしたりしてるわけですけれども、やはりですね、これも皆さん方の声というものは非常に大事だと思います。私も一生懸命頑張っていきたいと思いますが、まあ、今こそですね、この世論の力っていうのは非常に大事だと思いますので、今こそいろんなところにこうやっぱり働きかけて、国民の声はこれなんだということを示していただけるとですね、やっぱり世の中って変わっていくんだろうというふうに思いますし、皆さんもう何やったらいいんやっていうこともあると思いますけれども、もう本当にできる範囲でいいです。もうメールを送るだけでもいいし、議員のところに、もう今議員で SNS やっていない議員というのはほぼいないでしょうから、まあ、そういうところにできるだけですね、消費減税と現金給付と粗利保障と生活保障、まあ、これをですね、ぜひやってくれと、もう本当に今国民生活がかかってるんだということをですね、ぜひ強いメッセージで発していただきたいというふうに思います。私もこれからまだまだ決着がついていないと思いますので、一生懸命頑張っていきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。本日もご覧いただきましてありがとうございました。